よし、仕事も一段落した子だし、飯にするか。さあ、今日は何丼かな。この蓋を開ける瞬間がたまらん。おお、今日はカツ丼ですか。そうきますか。うん、うまい。ジューシーなカツとだしの効いた卵、これは進む進む。社長、なんか孤独にご飯食べてますね。ええやないか、そんな飯ぐらい好きに食べさせてくれや。もう食事こそわしの唯一の趣味やねん。孤独に食べるのもいいですけど、テレビ大阪屋台フェス2020にはもちろん行かれる予定ですよね。屋台フェス、うん、何それ知らないんですか。毎年恒例となった日本最大級のグルメの祭典、テレビ大阪屋台フェス。日本全国から集まった50店舗以上の名店がプレミアム屋台となって登場します。人気メニューから屋台フェス限定メニューまで、秋空の下美味しいを思いっきり堪能できます。今すぐ行きたい、屋台フェス行きたい。行きたいって言われても9月18日開催ですし。わ、あかんあかん、もう待ってられんわ。もう今すぐな、開催前の店に乗り込んで事前取材や。行くぞ。え、社長待ってください。社長ということで、光國社長が屋台フェスに出店するヤバいほど注目のお店を大調査。人気店のヤバいポイントをいち早くお届けします。最初に2人が向かったのは大阪梅田。まずね、最初のお店はこちらなんです。密光屋バタータス。密光屋、うん、社長、密光屋ってご存知ですか。いや、知らんわ。知らないんですか。何やねん。密光屋は中崎町に本店を構えるさつまいもスイーツが人気のお店。そして8月19日に梅田エストにオープンしたのが密光屋バタータス。なんでも本店とは一味違うグルメが食べられるそうなんですが、こちらはどういったお店なんですか。ですね、より多くの人にお芋の魅力を伝えたいために、芋喫茶とお芋の芋酒場が一緒になったお店になってます。お芋の魅力を伝えたいと考案されたメニューの数々、屋台フェスに登場する注目グルメとは。お待たせしました。はい、浜のガパオライスになります。え、ガパオライス。ガパオライス、はい。タイの国民食ガパオライスを密光屋流にアレンジした一品。斬新ですね。斬新です、これね。ターメリックライスの中にお芋がゴロゴロと入ってるんですけど、はいはい、いろいろ混ぜて食べてみてください。はい、ね、うん、あ、お芋さんの甘みが、はい、またこのね、具材もピリッとしてて合いますね。これ合いますよ、これ。本当は確かにピリッとはするんですけど、うん、このお芋のね、優しい甘みでこう、すごいまろやかになりますね。ねえ、いやけどこの芋はやっぱりこだわってるんでしょうね。はい、契約農家さんと一緒に作ったお芋になってます。はぁ、これはやばい、やばいですね、これね。実は密光屋はもともと農業用の肥料を作っていた会社。種ヶ島などの契約農家さんと一緒に土作りから考えることで、他では食べられない最高のお芋を作っているといいます。屋台フェスではそんなこだわりのお芋を使ったスイーツも登場します。それが、お待たせしました、はい、お芋のチェーになります。お芋のチェー。タイ料理の後はベトナムのスイーツを密光屋流にアレンジ。あ、すごい、いい反応。おいしい。お芋の甘みとこの芋蜜のシロップの甘みの両方の甘みで、もう贅沢なんですけど、でもね、この下シャーベット状になってたりフルーツ入ってるから後味すっごい爽やか、すっきり。これやばい、やばい、やばい、めっちゃ美味しい。で、こうお店としてはこの屋台フェスに向けて意気込みとかあったりするわけですか。はいはい、みんながこうなんていうんですか、ね、食べたことないようなお芋の料理を屋台フェスで出して、
ょっと今こんな時期なのでみんなで明るく盛り上げれたらなと思ってますね。皆さんもぜひ屋台フェスで試してみてくださいね。社長、次のお店、続いては添右衛門町に店を構える注目のお店。屋台フェス注目のお店はあちらです。え、いやいや、ちょっと懐石って書いてるけど、これかなり高級な店ちゃうの？これなんとこちらのお店ミシュランで星を獲得している超人気店です。え、このお店が屋台フェスに？今月18日から大阪城公園で開催、日本最大級のグルメの祭典、テレビ大阪屋台フェス。なんとミシュランで星を獲得した懐石の名店も出店するんです。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。あ、ご主人、ちょっとなんかテレビでお見かけしたことありますけど。いやいや、テレビでも活躍する和食の達人本田さん、一体どんな料理を食べさせてくれるのでしょうか。熱いんですよね。うわ、ごつ、なにこれ、え、おっきい。切られたとこしか見ない。そう、屋台フェスで食べられるのは懐石本田特製の豚の角煮。うわ、こちらのお店でも1年に1回ほどしか出されないという幻のメニューです。ええ、ちょっと待って、やらこ箸の入りがちゃいますね。スッと、うわわわわわわ、めちゃめちゃやらこいし、もうこれはうまい。これ中の中まで味めちゃくちゃ染み込んでますね。それもそのはず、豚肉に焼き目をつけたら3時間以上煮込み、タレで味をつけ2、3日置くことで驚きの柔らかさと味を生み出しているんです。すごい手間暇かかるお料理でしょ。それを屋台フェスに出すってことは、お店はもう休みます。屋台フェスの行われる5日間前、2週間休みます。いや、2週間も休むの？2週間かけて仕込みます。なんで？いや、今日そんな、そこまでお店休んでまで、はい、この屋台フェスにかける意気込みってこれ何なんですか？かけて、もうせっかくね、来ていただいた方に、あーって思われるよりは、美味しかったわって言ってもらえる、それが一番僕らやった甲斐があるのでね、はい、それを言ってもらえるように頑張りたいと思ってますので。いや、素晴らしい。じゃあご主人ね、屋台フェスに向けて行きましょう、はい、お祭り騒ぎで行きましょう、はい、それーわっしょいわっしょい、奇抜なファッション、行き着くところは裸、それ裸の人。うん、なんのこっちゃねー、なんのこっちゃねー、にーのにーのにー、イエーイ、エアハイタッチ、頑張ってください。